聖座の書のアンドロメダザノズ、アブドゥルラフマーン・アルスーフィーは、ブワイフ朝時代に活躍したペルシア人の天文学者である。現在のイランの首都テヘランの前身である、霊出身。著書は、聖座の書、アストロラーベの使用法など、ラテン語文献では、アゾーフィとして現れる。ブワイフ朝初期の君主アズドア・タウラの知性に活躍し、宮廷天文学者として仕えた。 イスファハーンにおいて、プトレマイオスの著書、アルマゲストの研究と翻訳に携わり、また旧世紀初めの天文学者やフヤー、ブンアビー・マンスールやヒャー・ビー・アビモンスルや、バッターニー・アブー、オボット・アラ、ムハンマド・アル・バッターニーの業績や彼らの編纂した天文表などを研究し、天体観測から得られたデータをもとに、これらの批判や検証を行った。主張として、 星座の書やアストロラーベの使用の書などがある。特に星座の書はアルマゲストの構成表を独立した書物にまで発展させたもので、さらに星についてのアラブの民間伝承も盛り込みいわゆるトレミーの48星座のアラビア語による名称を記し、星座の個々の星についてコードや位置関係などを一文章による解説にリスト、 三星座の絵図にして説明した、類いまれな書き物である。また、アラビア半島南部に赴き、ヨーロッパやアレクサンドリアからは、観測不可能なダイマゼラング網を観測し、それを記録に残した最初の天文学者になった。ありがとうございます。